ただいま。3週間か。最長記録だな。お。お、もしもし。あ、響、久しぶり。なんだよ、電話なんて。ん？なんとなく。そっちはどう？夫婦仲良くやってるの？ああ、もう3週間になるよ。ああ、そっちはどう？こっちも人のこと言えないかな。ねえ、明日の夜空いてる？え、うん、仕事終わってからなら。久々に飲もうよ、高一の家で。うん、いいよ。ありがとう。じゃあまた連絡するね。高一は昔からの幼馴染で、お互いに結婚した今でもたまに連絡を取り合っています。高一だけは昔と変わらずいてくれるので、声を聞くとほっとします。掃除でもするか。奥さんもさ、もう3週間いないんだよね。ああ、言ってたよね。うん、寂しい？いいよ、寂しくない。そう、うん、今楽しいから。久しぶりだもんね。うん、うん、元気そう。今日はでも愚痴大会だな。そうだね。そう、うん、飲もう。飲もう。乾杯。乾杯。うん、綺麗にしてるかな。まあ、昨日の掃除したんだよね。あ、そうなの。うん、偉い。偉いでしょ、変わったでしょ。ねえ、そうだね。そうそうそう、前の方が違うから。そうそうそう、痛い。いや、魅力的でしょ。ん？魅力的でしょ、掃除で。そうそう、でもそうだね、もうちょっと高したいかな。そうそう。あ、でもこういうのがあれなのかな、やっぱ原因だったりするのかな。どうだろうね。なんかあの時、私なんでこんなに冷たくされてるかわかんないんだよね。ああ、そうなの。人に、そう。あ、もうなんでだと思う？ねえ、言ってよ。いや、男の意見聞かせて。わかんないな。でも私しばらく会ってないからね。ねえ、なんだろう、私何がいけなかったのかな。ちょっとでもないの、そういう、あ、ここいけなかったなみたいな。いっぱいあるよ。いっぱい心当たりあるけど。ああ、る、原因は分かんないじゃん。いや、あるんだ、それじゃない、それ全部変えたり。だってさ、うん、私の嫌とかある？いや、まあ。え、何を教えて。いや、まあでも結構遊んだじゃん、前。うん、でも結構遅れてくるでしょ。
時間ああ、ね、そっかな、あ、ねえ、ビールある？あ、あるよ、もう一杯ちょうだい。ああ、いい、いっぱい飲みたい。いや、じゃあ待ってます。ありがとう。どうぞ。強くなったりする。ストレスちょっとね溜まってんだね。でも今は溜まってないよ、楽しいから。あ、そう、俺楽しいよ、すごい発散できてる。本当？うん、掃除もしたしね、綺麗でしょ。あ、うん、あんまり分かんないんだよね、掃除の仕方が。美味しい。美味しいね。ほんと響きなんか変わんないね。そう？うん。お互いにね。いや、そうかな。ずっと若いね。いやいやいや、俺もうダメだよ。え、おじさん？うん、おじさんだよ。そうかな。うん。いや、響きがいいよ。スーツ似合ってるよ。いや、もう老けたでしょ、こんなの着てたら。かっこいい。いや、何かっこいい。いやいや、かわいいよ、その服も。ほんと？うん。褒めてくれるね。ねえねえ、そういえばさ、これ、ちょっと来て。うん、ないないない、見せたいのがある。おお、これあ、この、え、残ってたんだ。そう、見つけちゃった、この写真。懐かしい。懐かしいね。覚えてる？覚えてる。ねえ、この日さ、確か父さん行ったんじゃなかったっけ、サークルの。うん、そうだよね。めっちゃ暑かった。暑かったな、もうすぐ帰りたかったもん。帰りたそうにしてないよね。いや、もう足パンパンでさ、もう。もうなんで、ちゃんとみんな楽しんでたのに。え、俺だけ疲れてたでしょ。え、響き嫌じゃなかった？嫌じゃなかったよ。まあ、ちょっと疲れたけど。疲れたでしょ。いや、でもね、よかったよね、でもね。楽しかった、父さんね。ねえ。なんかお酒飲みすぎちゃった人いたじゃん。あー、泥酔して。それも、それもごめん、ちょっとね。そんなこと。よく残ってたね、この写真。残ってるよ、他にも。あ、他にも。ほら、この人も覚えてる？え？ほら、この人。あー、うん、覚えてる。ね、相葉くんじゃん。懐かしい。ガキンチョだよね。あ、確かにそうだね。おー。あー、若いね。そう考えたら結構ね、ちょっと変わったかもしれない。ね、うん、全然。スーツちょっとあれじゃない？取ったら。あ、確かにちょっと。忘れてた。飲みなよ。あ、ありがとうございます。はい。飲んで飲んで飲んで。乾杯。うん。高野さんね。また行きたい。行きたい。うん、旅行行きたくない？あ、旅行ね。どこ行きたい？海外。海外ねえ、休み取れないでしょ。まあまあまあ取れないけど、でもね、行きたい。このメンバーでも行きたいよね。あ、懐かしいじゃん、この。あ、確かに、集めたいよ。同窓会する？いや、俺連絡先持っても多分、いや、響きだけだと思う。そうなの？うん、そっか、まあみんな結婚しちゃってるしさ、連絡取らなくなるよね。うん、俺でも単純に嫌われてたかも。それはないよ。違うよ、一匹狼だったんですよ。いやいやいや、そんなことないよ。ちょっとクールなふりしちゃってさ。ああ、そう、うん。前より丸くなったよね。ああ、そう、うん、いやいや、まあまあまあ、もうちょっと集めてよ。私そんな知らないよ、女の子しか。ちょっとこの顔変だよ、ね。ちょっと変顔。いや、急に撮られただけだから。いやいやいや、俺この顔はちょっと。いや、俺変顔するタイプじゃないし。やってよやってよ。いやいやいや、ちょっと、いや、ちょっと、あんまり面白い。いや、ちょっとあんまり似てるね。いやいや、あんまり恥ずかしいから、ちょっと面白い。この時はノリでしたと。うーん、でもヒビキもできるんじゃない？できないよ。いやいやいや、できない。いや、できてたよ。できないよ。
かんねえよ。ああ、昨日の合コンが大外れじゃなきゃな。今頃幼なじみと勉強なんかせずに可愛い彼女とイチャラブデートだったのにな。はいはい、もうサボってないで早く課題終わらせて。響ってそういやずっと彼氏いないよ。欲しくなんない？欲しいけど、うちの大学の男子はちょっとな。滝上とかイケメンじゃん。イケメンだけど、そしたら小一の方がいいよ。え、俺？小一は？ほら、去年彼女と別れてから彼女いないでしょ。うんうん。いや、正直彼女は欲しいと思うけど。いやでも、まあ大丈夫っていうか。響と一緒にいるときが一番リラックスできてるっていうか、うん、私？うん、うん、あ、ごめん。なあ、一回キスしてみない？え？相性がいいとさ、キスした時口の中が甘く感じるらしいよ。そうなの？うん。大丈夫だって。響は何もしなくていいから。響は目をつぶってるだけでいいから。よし、行くよ。どうだった？なんかちょっと甘かったかも。あ、俺たちって相性いいのかな？分かんない。あのさ、俺たち30歳まで独身だったら結婚しようよ。え、何それ？どういうこと？でもまあ約束するくらいならいいよ。本当？私27歳までに結婚するって決めてるんだ。ほら勉強しないと。ああ、うん。続きやろ。で、その後就活とかで忙しくなって連絡取らなくなったんだよな。うん。私も高一も20代で結婚してさ、あの時の約束なんてすっかり忘れてた。俺は響と
結婚してたらどうなってたんだろうって正直考えたことあったよ。あの日キスした時抱きしめてたら何か変わってたのかなって。ちょっとやめてよ、お酒飲みすぎだよ。いや、ちょっと待って落ち着いた。響、昨日は驚かせてごめん。もしよかったらまた飲みに来ないか。でもまたあんなことになったら。どうしてあんなことしちゃったんだろう。もしもし。響、よかった。もう連絡取れないのかと思った。
ことないよ。だって私たち幼なじみでしょ。ありがとう。この前はごめん。ううん、ちょっと驚いたけど気にしてないよ。電話じゃなくて直接謝りたいんだ。今度は夜じゃなくて昼に来ないか。俺明日休みだから。この前みたいにはならないから。うん、分かった。そしたら次はランチだね。うん、じゃあね。じゃあね。はーい。お待たせ。お昼ご飯作ってあげるよ。あ、うん。どうせカップラーメンとかしか食べてないんでしょ。美味しいもの作ってあげる。冗談だよそれは。え、冗談？うん。どういうこと？いやすごい
色っぽかったし。本当？うん、本当だよ。嬉しい。うん。ねえ。そんなに見せてよ。え？え？いいじゃん。どうしたの急に。いや、そうそう。いや、お前、ヒビキのこと想像して何しちゃったんだよ。え、え？そうなんだ。うん。ヒビキしてないの？私？うん。うわ、なんで？いや、その…オナニーして。あ、俺もするから。一緒に？一緒にだったら恥ずかしくないでしょ。うん、ちょっとだけだよ。ほら、うん、見せて。ね、ずっとこうやってるの。え？そこで見てるの？うん、見てる。こいち、もうすぐ着くよ。うん。お腹空かせて待ってて。何か作ってあげる。何がいい？うん。美味しいの作ってあげるから。うん。楽しみにしてて。うん。じゃあね。そっけない。そっか。明日か。そう。乾杯しよう。ああ、乾杯ね。ああ、乾杯。乾杯。おお、うん、美味しいな。ああ、ビールが美味しい。これこれ美味しそうだね。本当？美味しい。マスカットして。え？ちょっと教えてほしい。大丈夫だと思うんだけど、味見したから。うん。うん。どう？うまい。うん。うん。また作って。うん。任せて。美味しいね。よかった。うん、やっぱ全然違うね。美味しいな。カップ麺全然違う。あは。うん。あ、そうだ。明日は旦那帰ってくるんだった。ああ、そっか、うん、じゃあ、こうやって気軽に飲みに来れなくなるんだね。うん、楽しかったな。私も。あのさ、あ、何？どうしたの？ああ、いや、今夜泊まっていかないか。響はなんて言おうとした？私も今夜泊まっていいって聞こうとした。あのさ、飲み終わったらお風呂一緒にまた入らない？
私たちもっと早くこうしておけばよかったなって思うの。うん、浮気早くしてたらよかったってこと？うん、早く結婚しておけばよかったなってこと。そうかもね。じゃあな、うん、旦那とのこと無理すんなよ。こいつもね。お互い離婚したら今度こそ二人で一緒になろうね。